沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は生野菜を食べることが健康にいいプラス痩せたい人にはダイエットにもなるっていうことで、簡単に痩せられる効果が期待できるスキャベツダイエットの紹介をしたいと思います。で、このスキャベツに関してなんですけど、痩せるだけじゃなくて、太ってる人は健康的に痩せられるし、痩せてる人は酵素をとって栄養吸収を上手にできるっていうことで、腸内環境を良くするっていうことで、とってもおすすめです。で、藤田浩一郎先生ってね、腸を良くするってことでいろんな本書かれてる先生ですけど、この先生自身が食事の前に小皿一杯のキャベツをね食べて、痩せて健康になったっていうことなんですね。で、実際に総会のむく本でも、キャベツを食べて痩せられたなんていう人が何人もね、登場して体験談を話してますけど、腸を良くするっていうことでね、生野菜を食べるっていうのはとても健康に大切ですね。で、スキャベツ、実際に作り方なんですけど、参考までの量として、キャベツ2分の1個450〜500g にお酢を200〜300cc で、お塩は入れるレシピと入れないレシピとあるんですけど、このキャベツをですね、水気をよく切って、洗って水気を切って千切りにして、切ったキャベツをぴったり密封できるね、着付きのビニール袋みたいなのに詰めて、キャベツが完全にお酢に浸かる程度にお酢を注いで、空気を抜いて冷蔵庫に入れて、冷蔵庫で1週間から10日ぐらい置いておくと食べ物になりますってことで、で、2、3週間置いていいですよっていうレシピですね。で、もう一つのレシピいくつかあって、もう一つはもう半日置いとけば食べられるっていう、そういうレシピもあります。で、このキャベツっていうのは、安いし、年中、食べられる国産のキャベツがね、普通に売られてるっていうところでは、非常にいい食材かなと思います。で、毎食、食事の最初に生野菜を食べる。で、食物繊維を食事の最初に摂ると、血糖値の上がり方が緩やかになるんですね。で、このダイエットしたい人はですね、このスキャベツを食べてダイエットしようと思ったら、食事の最初にキャベツ食べるんですけど、砂糖入っているものは食べないようになるべくするのと、白米やパン、うどん、ラーメン、パスタなど食物繊維が全然含まれてない、もう白い主食っていうふうにね、もう全然この玄米は茶色ですけど、食物繊維が全部こそぎ落とされた穀物、こういったものも避ける方がいいです。で、生野菜と果物にはですね、抗酸化物質がいろいろたくさん含まれていて、免疫力アップ、病気と戦うのに役立ってくれます。で、生野菜の果物とか、生野菜は食物繊維もたくさん含んでいるということで、さらにですね、その酵素がですね、食べ物を消化するのも助けてくれるし、体のホルモンがですね、ちゃんと働くのもサポートしてくれるんですね。で、生のもの、火を通してないものっていうのは、体の状態をアルカリ性に保つのにもサポートしますし、脳がね、すっきりするということで、あとね、体のエネルギーを効率的に使えるようにするということでですね、太りすぎの場合は体が痩せやすくなるし、痩せてる人は効率よくエネルギーを使えるようになるので、痩せすぎを防ぐことができるということですね。で、食事の最初に生野菜を食べると、痩せたい人はですね、ある程度満腹感が得られるぐらいしっかり食べちゃっていいかなと。そうすると自然に食べ物を食べ過ぎを防ぐことができるんですね。で、スキャベツもいいんですけど、ちょっとあまりにもお酢がきつくて酸っぱいのはとっても食べられないっていう人は、ゆうクリニックのキッチンでよく作っている季節の野菜の甘酢漬けっていうのもおすすめです。これはもうお好みの野菜なんでもいいです。で、この野菜をですね、適宜切って 600g、これをね、600g に対して塩 10g ぐらいをしっかり揉んでですね、それからしばらく置いて、塩につけて1時間置いて、水が出てきたらそれを絞って、水液ですね、水液がお酢と、蜂蜜またはオリゴ糖、ただオリゴ糖は注意しないといけないんですけど、結構砂糖入ってるんですね。だから蜂蜜、それも蜂蜜も安いものだとやっぱり砂糖シロップみたいなのが入ってるので、ちゃんと蜂蜜だけのもの、こういった方が無難かなと思います。で、これでちょっと甘みがつくので、酸っぱいの苦手な人でも食べやすくなるかなと思います。で、この塩をつけた後、水を絞って、お酢と蜂蜜を混ぜたものに漬け込んで、タッパーとかでいいので、で、3、4時間からできれば1日ぐらい漬けるとより美味しいと。で、3日から5日ぐらいは置いといても食べられますよっていうことですね。冷蔵庫に入れて保管してください。果物
生野菜食べるのもとってもおすすめなので、まあ、お酢もピクルスもとっても苦手っていうんであれば、果物や野菜そのまま食べてもいいです。ただ、輸入の果物っていうのは、移送の間にですね、収穫されたものに直接農薬が使われてたりするんですね。で、その中に発がん物質がしん、あの言われて、発がんを起こし起こすなんて言われてるようなものもあったりするので、できれば国産無農薬野菜、まあ、無農薬でなくても地元の野菜や果物を農家直送のね、ファーマーズマーケットとかで購入して手に入れるっていうのもいいかなと思います。で、まあ、農薬を使われてたとしても国産の方がまだ安心ということで、まあ、できれば減農薬、無農薬とジャスマークがついてるっていうものをね、選ぶ。で、有機ジャスマークは化学的に作られた肥料や農薬を使わない農産物や加工品につけられるマークなんですね。これはもうしっかりしたものなので、そういうのを選ぶといいです。あとは、まあ、農薬心配ってところでは、農薬を落とすために体に害のない洗浄効果のある野菜洗浄剤っていうのもあるので、そういうのも活用するといいかなと思います。E クリニックでは子育て用品の食品洗浄剤、シェルクリーンっていう商品を使ってるんですけども、いろいろなのが出ているので使ったらいいか、そういうのを活用するといいと思います。で、このシェルクリーンは子育て用品さんの、ネット販売でも買えますし、E クリニックの受付でも販売してます。で、小麦や砂糖、乳製品、食品添加物をできるだけ取らない方がいいですよ、健康のためにっていうふうにお伝えしてても、なかなかちょっとそこまでできませんって人は、まずは生野菜、果物、食事の最初に食べる、30分ぐらい前に果物は取り終わっておいた方がいいっていうふうに言われてはいるんですけど、消化の関係でですね。で、それから食事をとる、それだけでも腸内環境を良くして痩せる効果、もしくは太りたい人は適正な体重になる効果、そういったのが期待できるかと思うので、ぜひ生野菜を食べるようにすることをお勧めします。以上ですね、スキャベツダイエットの紹介と生野菜を摂ることをお勧めするということでご説明しました。ありがとうございました。